全国の良い子の皆さん、こんにちは。世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございます。ここはですね、奄美大島なんですけれども、龍郷町のですね、2つの海が見える丘よりちょっと下ったところに今来ています。右側が、太平洋で、左が東シナ海側になります。集落は今見ているのは赤荻という集落です。こちらに見える海は、何万年前か分かりませんけれども、隕石が落ちてできたと言われています。梅雨に入ったのが5月の5日だったと記憶していますが、なかなか天気に恵まれずにですね、雨は降るわ、だから寒いわという毎日だったんですけども、今日はかろうじて強風ではあるんですけれども、天気が良くてですね、暑くもないし風が吹いたおかげで、非常に、YouTube 風景動画日和ではないかというふうに思っております。ちょっと観光的に行きますと、ここが大島紬村を上から見ています。それから、ここなんですけれども、今日はですね、まだ満潮は満潮でいいんですけども、サーフィンやってる人はほとんどいませんね。はい、ですね、ここが、はい、手広というサーフィンする方のメッカでございます。はい、で右側にパンしていきますと、見えませんけれども、この右側の方にも加瀬県という集落があります。はい、ここがサーフィンをする場所ですね。はい、手広、手が広いと書きます。それから向こう側なんですけれども、向こう側が奄美空港になっています。それから空港からこうずっと来た時に、はい、この辺りからですね、空港から来まして、こうずっと走ってきまして、でこれ左側行きますと、あと野乳トンネルがあります。はい、ということで、空港から道に迷いがなければ、30分ぐらいでは、来ることができますが、特に女性の方も、我々男でもそうなんですけども、お手洗いがありませんので、事前にお手洗いは、済まされてください。それから道路も、このようにですね、舗装はされていますので、逆に危ないですので、ゆっくり、走って、登ってきていただきたいと思います。今日風が強いのでちょっと分かりませんが、蝶々が見られたり、野鳥が飛んでいたり、また運が良ければ、飛行機が飛んでいるので、見ることができるかと思います。幸いなことに、撮影中に、右上の方から太陽が光が差してきまして、この動画を撮っている時も非常に海も綺麗し、それから、空の青さ、雲も白く、見えています。非常にですね、YouTube 動画日和ではないかというふうに思っています。ここは空港から反対側の方向に行く道路になっています。この先もですね、道路事情としてはこういうふうにアスファルトではありますけれども、アップダウンもありますので、絶対にスピードは出さないようにお願いをいたします。観光も交通安全が大事ですので、まずは、楽しく、観光するためにも、交通法規を守りながらですね、要所要所に、路肩に車を止めてですね、このように降りていただいて、風景などを楽しんでいただければと思います。それでは久しぶりに龍郷町の2つの海が見える丘からの YouTube 動画で、ございました。世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございました。
皆さんの画面の右側に106登録という数字がありますけれども、ぜひプチッと押していただければ幸いでございます。それでは次回の動画までごきげんよう。さようなら。